はい、大輝の器チャンネルです。中屋橋です。皆さん、ここどこか分かりますか？信楽の某所でございます。信楽宮司近くですね。あ、素晴らしい田園風景です。今日はですね、皆さんにこの田園風景を楽しんでいただこうと思いまして、信楽宮司近く中屋橋に来ました。素晴らしいですね。風が吹いてますね。はい、今日はですね、昨日の暑さ、まあ、暑いことには変わりないんですけども、だいぶちょっとですね、風があってですね、まだちょっとマシかなといった感じです。なぜここに来たかと言いますと、ちょうど1年前に大輝の器チャンネルで来てるんですね。はい、視聴回数が十数回ね、今となっては多い方です。ですんで、まあ、1年ぶりということでまたやってきました、ね、もうびっくりするぐらい工場内でですね、撮影をしたものには反応がありませんのでね、いやいやいや、あ、素晴らしい田園風景、青々と実っています。あ、いいですね。信楽はね、お米が結構取れるんですよ。稲の国ですからね。はい、日本は稲の国ですから、こういった田園風景をですね、今日はただ単にカットでお送りをさせていただいたということで、ございます。それでは皆さん、また1年後、中屋橋周辺でお会いできたらいいですね。さようなら。